仮暮らしのアリエッティのアフレコについてこう毎日お話をしてきたんですけども、今日がいよいよ最後です。ポッド、つまりアリエッティのお父さん役のポッドの三浦友和さんの日のお話をしてみたいと思います。三浦さんっていうとアフレコっていうのは実は2回目だそうで、その前にあったのが、ディズニーというかピクサーが作ったですね、ミスターインクレディブルという作品の、主人公の、まあ、お父さんというかインクレディブルっていうミスターインクレディブルの役をやったそうなんですね。でその時も実はアフレコの演出をしてくれたのがこう木村さんだということで、実はこのコンビでこう仕事をしてもらうのはこのアリエッティ実は多分2回目だということです。それでまあ、お互いにこう割と気心が知れてるというか知ってる中でやっていたようなんですけども、アフレコもですね、まあ最初はちょっと時間がかかっていましたけれども、最後の方はトントン拍子に行ってですね、つつがなくアフレコも終了しました。アフレコを喋ってみて思ったのは、この喋り方が三浦さんそのものだなと思いましたし、三浦さんがそのこの寡黙なちょっと口数の少ないお父さんであるポッド、やっぱり性格的にも見てくれもぴったりなんじゃないかなという感じがしました。こう喋る感じも割とボソッと重々しく喋るんですけども、あと口数が少ない、まあそれでもその裏にはものすごくアリエッティに対する優しさがある、そういう感じの演技ができていたんじゃないかなと思いました。三浦さんというとやっぱり個人的なことですけど、僕らの世代にとってはですね、昔の憧れの青春スターみたいなイメージがあったんですけども、今やっぱり立派なお父さん役、なんかこう噂ではこうランキングアンケートとかしても理想のお父さんナンバーワンみたいな話も結構あったりするほどの、やっぱり今お父さん役としては本当に今欠かせない存在になっていて、その方がこのアリエッティに出ていただいたというのはやっぱり非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、こうしてアフレコがですね全部一応終了いたしました。この他にですね、実はアリエッティにはまだ隠しキャラっていうかですね、何人かこう少しちょっとだけ出てもらった結構面白いエピソードもあるんで、その辺は後日ですねマスコミとかで発表になってからここでご披露したいと思います。ということで今日は三浦友和さんのアフレコについてお話しさせていただきました。